サッカー JFL 高知ユナイテッド SC は昨日のアウェー戦で引き分け、今シーズンのリーグ2位が確定しました。悲願の J リーグ入りの行方は昇格をかけた入れ替え戦の結果次第となりました。昨日愛知県で行われたアウェー戦、 J3 自動昇格となるリーグ優勝のためには絶対に負けられません。もう残り全部買っていただいて、まだ優勝の可能性残されておりますので、僕らは信じて応援するだけです。大量得点今日は絶対して相手チームは負ける、もうそれしかない、それを期待して今日は来てます。絶対もう上がらないからね。対戦相手は FC 丸安岡崎です。試合が動いたのは前半10分、13番金原から29番、内田今シーズン初スタメンの内田が頭で合わせて先制点。リードしたまま前半を折り返します。しかし後半に入ると試合は岡崎のペースに、攻め込まれる場面が増えていきます。そして後半24分、同点に追いつかれてしまいます。自動昇格には勝利しか道がないユナイテッド、18番東野が駆け上がったこの決定的な場面は決めきることができません。そして1対1のまま試合終了のホイッスル、悔しい引き分けとなりました。この試合で今シーズンのリーグ2位が確定。悲願の J リーグ入りに向けては来月1日と7日に行われる入れ替え戦での勝利が絶対条件となりました。勝つしかない、状況の中で、いい入りはしたとは思うんですけど、今のチームの、象徴してるんですかね、シュート打てるときはシュート打たない、ゴールに向かえない、そういう部分がやっぱ1得点で終わってしまってる、まだまだ我々はやらなきゃいけないことは多いですし、本気っていう部分をトレーニングから取り戻さなきゃいけないかなと思ってます。来週の試合に向けて準備して、何が何でも昇格に向けて準備していきたいなと思ってます。高知ユナイテッド SC の J リーグ入りへの道はいよいよ最終局面を迎えます。昇格の最後の1ピースを手にすることができるのか。入れ替え戦前のリーグ最終戦は24日ホームで行われます。はい、なんとか勝って1位で自動昇格と行きたかったんですけれども、今シーズン2位が確定しました。でも2位でもすごいですよね。そうですね、クラブ史上最高の2位ではあるんですけれども、吉本監督、試合後の表情は硬かったですね。2位も3位も同じであると、とにかく私たちがやるべきことをしっかりとやっていかなければならないというふうに唇をかみしめていました。さてこれで2位が確定しました高知ユナイテッド SC は J3 19位の YSCC 横浜との入れ替え戦に臨むことになります。2試合を戦いまして、勝利数が多いクラブか勝利数が同じ場合は2試合の得失点差、さらには第2戦後の30分間の延長戦、さらには PK 戦で上回ったクラブが J3 となります。高知初悲願の J リーグクラブ誕生に向けて本当に絶対に負けられない2試合が待っていますけれども、それぞれ12月の1日と7日に行われます。